さと辛さっていうことを遺書に残してますよね。言えないんですよね。あの佐賀氏が有効文書店増同行使用される遺書になったと警察金属に思ったので佐賀氏の指示をしていないという教室は信用できない。また文書改ざんする行為というのは一般の市民の感覚からするといかなる理由があっても許されないと断じていますが、その内容と理由内容というのは非常に成立しています、ね、であの太蔵さんがおっしゃったように国会で推薦するのは非常に意義があるで、同時にやっぱりこの遺書、出家の